調査が行われたのは日田市の池の鶴地区です。御田焼の里として国の重要文化的景観に指定されていますが、今年7月の記録的豪雨では地区を流れる川が氾濫しました。その結果、およそ100枚ある棚田のうち8割に土砂が流入するなど甚大な被害が出ました。今日は文化庁の調査官が被災後初めてこの地区を訪れ、被害の状況を確認しました。復旧は徐々に進んでいるものの、3ヶ月近く経った今でも被害の爪痕が色濃く残されていました。今後の、防災なども含めてですね、どういうふうに重要文化的景観保護できるのかということを調査をもとにしっかり検討していきたいと、それを支援していきたい。国や日田市などは今回の現地調査などをもとに復旧方法や予算などを協議していくということです。